ボナリ峠の戦い、ボナリ峠の戦い、ボナリ峠の戦い、慶応四年八月二十一日、グレゴリオ歴百六十八年十月六日は、藍津戦争、母親戦争の戦いの一つである。藍津藩境のボナリ峠、現、福島県郡山市、稲葉城町を守る、旧幕府軍八百が新政府軍二千二百と、戦うが、兵力及び、 兵器の差で勝てず敗走し、新政府軍は若松城下に殺到する結果となった。江戸城無欠会城の後、合図戦争が開始され、旧幕府軍は北関東で新政府軍を迎え撃ったが、白川口の戦いで敗れ、7月29日、グレゴリオ歴9月15日に日本松城が陥落した日本松の戦い。これにより、新政府軍は、 ア津を東から攻撃できる状態となった。次の段階として、新政府軍は、江戸にいる、大宗徳府の参謀、大村松次郎が、枝派、アイ藩を除く奥、ウ越列藩同盟所藩を買って根元、根本、ア津藩をからすと仙台、米沢への進行を指示したが、日本松にいる参謀、板垣大輔と、伊地地正春は逆に、根本を買って、 枝葉を枯らすと合図攻めを主張した。合図藩が国境へ兵を出して、藩内を手薄にしている今が有利である上に、雪の降る時期になると新政府軍が不利になるため、その前に合図を制圧したいというのが主な理由であった。結果、板垣、伊地地の意見が通り、新政府軍は合図へ向かうことになった。しかし、合図への進行口を選択するにあたり、 土佐藩参謀の板垣は、東の御霊筆峠、御霊筆口を、薩摩藩参謀の維持地はそれより、北側のボナリ峠、石虫路口を押して、互いに譲らず、最終的に、長州藩の百、村発造の説得により、維持地の案に決した。合図へ入るには何箇所かの街道があるが、その中で、合図藩が特に警戒して、防御を固めたのは、南西の合図西街道。 日光口と南東の選手道峠、白川口で、さらに、日本松と若松を最短で結び、当時の主要街道であった、中山峠、日本松、口であった。藍津藩は新政府軍が、中山峠に殺到すると予測した。しかし前述の通り、新政府軍はその裏を描く形で、ボナリ峠、板垣、伊地地が率いる、主力部隊1300と土佐藩の谷盾が率い、 勝岩の台場へ向かう兵役船、さらに別動隊として、薩摩藩の河村住吉が率いる300を送り、中山峠には、陽動部隊800を先に派遣した。もっとも、旧幕臣の大鳥圭介は新政府軍主力が、ボナリ峠に向かったことを的確に把握していたが、遺憾船手持ちの兵力が少なすぎた。8月20日、日本末へ、先制攻撃を仕掛けた、 旧幕府軍のうちの一部隊が進軍中の新政府軍と遭遇し、坂下で前哨戦が行われた。大取り機下の伝衆隊が奮戦する一方で、合図藩平等は敗走したため、伝衆隊は殿を務め白兵戦になれないため30余命を超える死傷者を出す。大損害を受けたが、新政府軍の進撃を食い止めた。翌21日、 農務の中、新政府軍2200は、本隊と翼隊に分かれて、ボナリ峠を目指した。新政府軍は、薩摩藩兵と土佐藩兵を主力とし、他に、長州藩兵、佐渡原兵、大垣藩兵、大村藩兵を加えて六藩で編成されていた。ボナリ峠の旧幕府軍守備隊は、峠から山麓にかけて築いた三段の台場と、勝岩の台場、首相、 田中玄之進が率いる会津藩兵200ばかりであったが、大鳥が率いる、伝州隊400や仙台藩兵100、日本松藩兵100、肘方歳三が率いる、新戦組、若干らが加勢し、総勢800となった。戦いは午前9時頃から砲撃戦で始まった。旧幕府軍の指揮官は大鳥であり、兵力を重心陣地に配備し、その配下の伝州隊は前線した。 しかし、初戦で、気砲のみの第一大城、萩岡が陥落し、大砲二門を置いた第二大城、中軍山も新政府軍が三方で攻撃した上に、長州藩兵の側面攻撃が功を奏して、炎上する。さらに、勝岩の台場を固めていた、守備隊もと佐藩兵の攻撃を受け、追い詰められた、旧幕府軍は頂上に残った第三大城、将軍山、 ボナリ峠で大砲五門を持って反撃するも、新政府軍は第二大城から大砲二十四門でボナリ峠を攻撃。農務の中、感動から現れた新政府軍に背後を襲われた旧幕府軍は大混乱に陥った。配色が濃くなるに及び、大鳥のしったも虚しく、またもや、合図反平等は伝習隊を置き去りにして逃走した。 やがて峠は新政府軍が制圧し、午後4時過ぎには、ほぼ勝敗は決した。前日に引き続き再び殿となった、練習隊は大打撃を受け、大鳥の総員退却命令も伝達されないまま、改装した。この戦いでの肘方歳三の所在は不明だが、中地口にいる兵300から400を率いるうち、通す警門と砲兵隊長の小原上もへ。 稲葉城に対する警告を発している。しかし、内藤らは手遅れと判断し、若松に戻ることを優先した結果、ボナリ峠を突破した新政府軍は稲葉城城へ向けて進撃し、稲葉城,城内、高橋県内部は城と、土津神社に火を放って、若松へ撤退した。配送する、伝習隊は諸々に火を放ち、新政府軍の進撃を地滞させることを試みるも、 二十二日に稲輪城に到着した新政府軍はそのまま若松へ向けて進撃を続け台風による豪雨の中を河村住吉の薩摩隊は猛進し二十二日夕には十六、京に到達した十六京の戦い。合津藩の佐川官兵衛は先方総督として出陣し新政府軍の若松進行を阻止しようと十六京の 破壊を始めていたが、河村隊から銃撃された上に新政府軍の後続諸隊3000余が相次いで到着するに至り、退却を余儀なくされた。新政府軍は橋を占領し復旧させるとこれを突破し、夜には、戸の口原に進出した。合図藩は佐川が戸の口、京清水、大野が原に陣地を築いて防戦し、戸の口原の戦い、全藩主。 松平片森も自ら白虎隊、市中二番隊などの予備兵力をかき集めて、滝沢村まで出陣したが、片森は、との口腹の戦いで新政府軍が、藍津軍を破って、滝沢峠に迫ったとの報告を受けると、若松城へ帰城した。新政府軍は二十三日朝には、江戸街道を進撃し、午前十時頃に、若松城下へ突入した。藩にとって、 反堺がわずか1日で突破されたことは予想外のことであった。越後口や日光口では、反、堺あるいは反外での戦いが続いていた頃である。前藩主、松平片森自ら、滝沢本人まで出陣して、救援軍を差し向けたがすべてが遅かった。結局は若松城下に突入され、白虎隊、市中二番隊や、城志軍、国家郎、 最後を頼も一家に代表されるような悲劇を起き起こすことになった。一方で、相次ぐ重税により、藩に愛想を尽かしていた領民もおり、お上の戦に対しては、人ごとの様子で、中には新政府軍に協力する者もいたことが記録にある。合津軍は、牢状を余儀なくされ、他の戦線でも、形成不利となっていく。合津藩の降伏は一ヶ月後のことだが、 藍津藩の劣勢が確実な状況になったことで、仙台藩、米沢藩、省内藩ら奥越列藩同盟の主力の諸藩が、寺領内での戦いを前に、相次いで降伏を表明し、大腕の戦争自体が早期収束に向かった。ボナリ峠の戦いが、藍津戦争を引いては母親戦争全体の崇勢を決したと言える。現在、ボナリ峠には、 古戦場費や戦死者の慰霊費が建てられ、当時の土塁等も残されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。